柳川聖岩肖像が、柳川聖岩の石踏み、両前五国神社、京都市左京区、柳川聖岩安政五年九月二日は、江戸時代後期の監視陣である。名は、う、字は、白と。後に、名を、もう抜き、字を、構図と改めた。通称は、新し重郎。聖岩は五王。美濃国安八軍曽根村の豪子の子に生まれる。 文化5年に山本北山の弟子となり、景気塾に学ぶ。文政3年に女流監視人、コ蘭ランと結婚した。コ蘭ランと共に岡山、下関、長崎を旅し、江戸に戻ると玉地銀社を結成した。高下2年系に移る。安政の大国では、大国実施に向けて、上京の都にあったかつての門弟、老中、真鍋昭勝と会見して、 怪獣を計画する。セーは、梅田運貧やラいミキサブロー吉田松陰、橋本サ内等と交流があったために、安政の大国の捕獲対象者となったが、その直前に、これらにかかり急死した。瀬コ角太郎は妻、コーランが遊戯に供したハモから感染したと述べている。セーは、四季が近いことを悟り、男子たる者、女人の傍らで死するは折れである、として妻を近づけず、 大三木三郎ら門弟に見取られての最後であったという。捕獲直前の死は、死人であることにちなんで、死に神手と評されたという。長野義ことから老中、酒井忠義、真部秋勝に送った書簡によると、老中らの入居後、本来であれば、悪暴方の総遁や、柳川西岸を真っ先に捕獲して、情報を抑えるのが最上手であったが、 本人志望によりかなわず、書類も皆破棄されているであろうから、代わりに、梅ダンピ品ン、近藤主義財門らの捕獲に踏み切るべし、とある。出身地、岐阜県大垣市、曽根町の花刑事には、柳川西岸記念館があり、近くの曽根城公園に、妻、コーランとの銅像がある。かつて学問の町と言われた大垣であるが、現在の大垣の代表的文人とされている。また、 大垣市立清和中学校の校名は、聖岩の名前に由来するものである。自生物の符の弓や取る身も外るらめ、我が大きみの猛気、お心聖岩とその妻、コーランは、またいとこ妹にあたる。江戸から故郷に帰った聖岩は、村の子供たちを集めて、理科村奏者と称する塾のようなものを開いた。そこに通っていた中に、コーランもいた。コーランは、聖岩の災学。 人となりをしたって、進んで、妻になることを父にこうたと言われている。聖三32歳、コーラン17歳の年に結婚をする。ところが結婚後すぐに聖願は、留守中に裁縫をすること、三大師を暗唱することを、命じて、旅に出てしまう。それから3年後、帰ってきた聖願を迎えたコーランは、命ぜられた三大師の暗唱をやってのけたばかりでなく、一種の、死を読んでいる。 海鮮在尺薬,薬。道後巻き陶器。一花間一層。情緒、良意。分け木座橋の前には尺役を植え、座敷の後ろには陶器を巻きました。花には私の姿を映し、草には私の心を込めて、ああ、私の思いはこの花とこの草に離れたことはありませぬ。生岩の放浪癖はその後も変わらなかったものの、 これ以降は当時としては珍しく、妻を同伴して旅をするようになったという。ありがとうございます。